椿茶園の市川明と申します。椿神社の前で日本茶のカフェをやっております。この土地椿地区でお茶の畑を作っている生産農家なんですけど、自分が作ったものをやっぱり直接お客さんに飲んでいただきたいということでこの日本茶のカフェを、始めました。たくさんのお客さんが来られる中で自分たちが作ったものを直接飲んでもらえることで、美味しいって言ってくれることが一番本当に嬉しいですね。お茶は毎年やっぱり作柄も変わってきますのでその時その時の、いいものを選んでいく、それと、常にこうお客さんの顔を見ながら畑作業をすることが大変でもありますけども楽しいことでもあります。ぜひこ の鈴鹿のお茶椿地区に来て地元でですね私たち一品一品お茶を入れてますので飲んでいただければと思います。